まあ、結構ねシンフォギアシリーズ前兆ありきの部分もありますのでね、強い前兆が入ればもちろんね展開に期待したいですけど、やっぱりこう前兆が弱いと強めのリーチに行ってもっていうことありますよね。はい、お当たった、あっという間でしたね。あれ今指導時のあのアニメーションの画面入ったじゃないですか。あれなんだろうと思ってたんですけど、あれ結構強いやつなんですかね。すごい。あ、この後まさかの展開が当たり、これがね気持ちいい当たりの一つ。この後まさかの展開が出た時はめちゃくちゃ熱いですよね。大当たり濃厚だったと思うんですけど、それが何に変化するかですよね。お、よし北斗ドン、あ、まあまあ熱いぞこれは。さあ、あと X 秒だ待機中かける2は今日2回目です。よし今度は当てたい。しかも2個ですからね。2個ありますね。まあまあまあ、まずは継続。さらに今北斗ゾーンですよね。北斗ゾーンが入っ絡んでますよね。ちょっとさっきは発展先が弱かったですけど、今回もちょっとあれって感じ。まあまあ、まあ、でまだもう1回ありますもんね。こう継続でしょ。覚醒までは間違いないでしょ。あー、次回予告、熱い、うん、おお、これは熱い、やった。いや、まだ喜ぶのは早い、まだ喜ぶのは早い。いや、でも次回予告はなかなか熱いですよね。さあ、発展先はもう申し分ありませんよ。これは激アツ、もう最高系じゃないですか。金保留にキリンがなちょっと、そしてさっきと同じリーチに発展するっていう ねくしくも。まあでも全く違いますよ、2人とは。さあ、今回も奥義は発動せず。ああ、もうキリン柄2回は強い。あ、もう当たり、もうさすがに当たる。よっしゃー、気持ちいいわ。キリン柄3つは当たる。まあそりゃそうですよね。さあ、割と早いですよ、ラッシュまで行けるかどうか。200回転ぐらいですかね。そうですね、はい、お見事。あとはしっかりラッシュに入れて決めましょう。さて、さてさて、何もないか。トップ育成なし、カットインなし。さあ、どうだ。まだ分かりません、まだ分かりませんよ。まあラッシュなくとも時短で当てればいいんで。お、ライダー SPS に出しましたよ。すごいド派手ですね。こういうねストック演出っていうのはちょっと安心感ありますね。発展は間違いない。 V3 の予告も入ってきた。あとは注目エッジがね絡んでくるかどうか。あと保留の色は白のままなんで、ここがどうなるか。赤、え、レインボー、レインボー保留だ。すごい、レインボー保留で2回
回目の渡りになります。やっぱ強いですね。いやー初めて見た。そして金シャッター、わー、OK、当たりです。まさか外れないよね。まさか外れないよね。まさかね。ウスリ切りもみき行きます。はい、2回目の大当たりになります。さあリブイチ今度は取るぞ。じゃあトミーさん、ちょっとラッシュのいいところを僕の方で、そうですね、なんとか お見せいただいて、紹介していきますよ。私は U タイムのいいところ、 U タイムのいいところ、 U タイムがいいところですからね。さあレインボー保留からの当たりでしたが、ラッシュはどうだ、いけ、ありました。さあこれで新ショッカー攻めてラッシュ突入です。お見事でした。お見事ございます。まあ、これはね、先日のサラリーマン番長もしっかり、はい、まあ、アナザーゴとハーデスの時もそうでしたけれども、一応遅れましたんで、お確定役チャンス。なんでしょうこの動き。おお、ちょっと待って、いきなりちょっと待って、ちょっと待って、レアシーンとかやめてくださいよ。レアシーンは何にもなりませんので、ここは決めよう。トミーさん SGG で、はい、レアシーン、ちょっとこんなとこで、こんなとこで引く。65536分の1、普通に5000分の1引けばいいんすよ。おーい、わい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 、いやー、トミーさん、やっぱ今日は違いますね。今日は一味違いますね。ちょっと汗がね、ちょっともう手汗が激アツなんでしょうね。赤七かホットか、おっしゃっていいですか。お願いします。いきます。赤七、え、ちょっと待って、またレアシンですよこれ。レアシンです、レアシン2回も引く、マジっすか。いやいや、熱っ、この時間で2回のレアシーンはめちゃめちゃすごいです。やべえっす、っていうか、すいません、何やってるんですか。どっちを持ってくるんですか。伊川谷店の精霊たちが、伊川谷店に精霊たちがいらっしゃる、いらっしゃるんです。17年間ここに宿ってる、はい、まあ、私は霊感ないんですけど、はい、まあ、同僚とかが結構そういうのある方がいらっしゃって、はい、ここで、はい、当時まあ私が役職の時に、はい、あ、なんか、え、夏だけに怪談話が始まりますね。あ、そうですね。え、ちょっと待ってください。今日はあの高麗川谷店さん、まあ、いよいよね17周年迎えますということで、こう明るい話題になるのかなと思ったら、まさかの怪談話。え、なんか体験談でもあるんですか。私自身はないんですけど、はい、もうその一緒に仕事してる同僚たちが、はい、まあまあ口々に言うんですよ、一緒に当時仕事をされてた方たちが口々に言うってことは、まあ、結構信憑性高いですね。え、どういった話ですか。このスロットのちょうど中央通路のところに、はい、そこですよね、まさにね、はい、あの当時、まあ、今は自動補給であれなんですけど、はい、コインタンクっていうのがあって、ありますよ、ね、まあ、そこにいっぱいコインが入ってて、はい、まあ、それでお客様、ホッパーのコインがなくなると、はい、そこからすくって補給しに行くっていうシステムなんですけどね、はい、で私ら中央通路に立って、まあ、その同僚と仕事の打ち合わせをこうしてるわけですよ、はい、そしたらその喋ってる相手が、はい、ずっとそのコインタンクの方をずっと見てるんですよ。誰もいないコインタンクを。ああ、そうです。はい。どないしたんですか。はい。あそこからコインタンクから、まあ、こう手が出てるんですけど、富田さん見えますみたいな。コインタンクから手が出てる。
コインタンク多分高さ1メートルぐらいですよね。こんな感じで中もメダルがいっぱい入ってますね。こう出てるっていう、なんですかその気持ち悪い。1個だけこう出てる、見えないですかって言われて、いや見えへんって、あじゃあいいですみたいな感じで。怖、それ営業中じゃなくて閉店後、営業中です、営業中、普通にね。いやちょっと、え、実際じゃあその同僚の方見られてたってことですよね。結構まあもうなんか途中からその人も慣れてるみたいで、ああまたおるわみたいな。あ、1回じゃなくて。そうですそうです、もう結構なんと身の毛もよだつ怪談話。ここ兵庫県神戸市西区にある気候内川谷連は時折スロットダウンから何者かが出てるようなものが出てくるという、果たしてそれは真実なのか。タンクの中で誰かが一人でいるのは我々スタッフはその名称を知り、今宵違うんですよ、そういう検証番組じゃないんですよ。あ、そうですね。いやでも、え、じゃあこれはもしかしてそのね、そういうのが好きな方にはもってこいのお店かもしれないですね。まあ今はね、最近そんな話聞かなくなりましたけど。そういえばシーザーさんって、はい、ペナゴッとしたことあります？あります。あるんですね。これではないですよ。お、初代のゴッドであります。うわ、初代ですよ。初代は嫌だ。初代は5000枚出ますからね。そうですね、いやこれまあ何度か話したことあるんですけど、まあまあその日朝からずっとゴッド打って、はい、朝からゴッド打って展開来てなかったんで相当負けてますよ。相当負けてもう、はい、もう、まあ、当時まだ若かったんで20代前半、20代ぐらい、20代だったんですけど、もうこんな感じですよ、ふてくされて。もういくら使ってたかな、夕方ぐらい。だってあれだって午前中で10万とか負けれましたもんね。もう仕事終わって20万負けてましたんで。もう疲れてふてくされて、よく、まあ、こんな感じで打つ人いるじゃないですか。こんな感じだったんですよ。でもはいはいはいってこんな感じでやってたんですよ。そしたら一回間違ってこれを押さずにポンポンポンってしてしまったんですね。 あやべえと思って、でまあ普通にこうやって叩いたらここで遅れたんですよ。おお、で初代の遅れって今の遅れより熱かったんですよ。そうですね、まあ、かなりかゴッドだったんですけど、はい、まあでも外れもあるしね、さすがに。まあ止まりますよね、揃うなよ。デデデデデーン。やっちまった、まあ、とりあえず押します。もう7テンパイしてます。ゴッドもテンパイしてます。で押しましたってゴッド揃います。出目773で、 そうですね。でこの親指離した瞬間デレレデレレデレレって15枚の払い出しで終了です。でゴッド揃って773、15枚ペイアウトついとる。そりゃそうなるわ。ちょ、これ見て、これ見て、これゴッド揃っとるやん、これなんこれって、まあ、若かったんでね言ったんですよ。なりました、すぐ言われました。どうにかならん、さすがに。っていう思い出があります、初代の。一撃1万発超え、見せてあげてください、はい、お願いします。はい、いいですよ、もう慌てず騒がずゆっくりと、まあ急ぐもゆっくりもないですけど、ね、まあ、まあそうですね、右打ちなんで、はい、いいですね。まあ僕がね今日は全然ダッシュに入れても出せてないんであんまり大きいこと言えないんですけど、よし、あ、いきなり2人で6回もラッシュを消化して最大7千発とはね、さすがにまずいやろということで、まあ、ラストチャンスいただきました。なんとか悲願達成や。そうですね、なんかもうラッシュにこの台が入った時点でちょっとホッとしてました、はい、ちょっとちょっと、おー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 、はい、おーいは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 い、おー1まで行くとちょっと怖いですよね。まあでも大丈夫、
はい、あとは9ラウンドかね。そうですね、どこまで偏るか。あ、いいですね。よっしゃー、さあ来い、9ラウンド。ああ。よし、あと10倍以降、あと10倍。3万発出したら、うわすげーってなりますよ。はい、一発出てる台は結構あるんですけど、さあまだまだぐらいまでは結構いきますよね。はい、あ、レインボー、レインボー。さあそしてラッシュを打ち始めての経過時間がちょうど12分ですね。さすが、やるときはやる男。やりました。12分で1万発超えました。ありがとうございます。やっぱ早いですよね、12分ですよ。いや本当にこれが最後の最後というところでよく1万発超えてくれました。もうあとはちょっと本番ね、泣きそうな感じで嬉しいですね。ちょっと思う存分楽しんで、もう富さんの許す限り出してください。はい、よし。いや早いですね、よかった。おー、おーすごい。おーおー、さっき、おーおーおー、大丈夫大丈夫。緑が来ればね結構強いですよね。おめでとう。おーおー、いや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 、まさかね、あと100。おーおめでとう、一撃2万超えです。はい、2万発来ました。おめでとうございます、一撃2万発超え。ありがとうございます。トミさん、2万発獲得するのに経過時間は26分。26分で2万発超え、1時間で4万発出るということ言われてますけど、証明しましたね。いや、そうですね、証明しましたね、50回突破しました。すごい、50回よ。ああ危ない危ない。ちょっともう深夜に入って、そしてこの出玉とこのスピードで富さんがおかしくなりそうです。いやね、これはね、いけない汁が出る。いけない汁が出てます。何汁ですか。何汁かはもうちょっと分かんない。脳汁ですか。脳汁だけではない、何か出てますね。ああ、ほらほらほら、なかなか4号機でもこういう人いませんでしたよ。今のパチンコ人をこう立てるんですから。あのスロットとのこのバランスを取るという意味でもうやめましょうよ、有力感とか。これが許されるんだったら初代ゴッドもいけるって。ほら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 、もう危ないよこの人、この人危ないよ。もう明日退職届出すかもよ。俺パチンコで飯食って言うタイプかも。僕ケンさんで生きていきます。いましたいました、本当にいたんですよ。僕は明日からスロットで飯食いますって言って辞めた人。さあ言ってたらもう3万発も見えてきましたよ、一撃。いやもういい、もうそれぐらいで十分ですよ、トミーさん。もうそれでもう十分見せ場作りましたね。もう十分です。もういいよ、ありがとう。もういいですよ、終わんないんですよね、それがね。もう行くとこまで行こう。ね、ああ危ない危ない、もう危なくなってる。じゃあちょっとそのままこう。60回目。ああ、お客様すいません、あの他のお客様もあのご遊戯されますので、あんまりハンドルをこうガタガタされないようにお願いします。あと他のお客様のご迷惑となりますので、あんまり騒がないようにお願いします。さあ3万発まで届くかどうか。あ、これで届くかな。一応これでギリギリいけるかな。ちょっと微妙なとこですね。ああ、ギリ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 頼む。よっしゃー、一撃3万発オーバーです。いきました、3万発。おお、63回。さあ3万発獲得。ちょっと今もうゾクッとしました今。ああ、人選上のアリアが流れるんですね。そうなんですね。これ今1500発ぐらいの箱だったら20箱以上下に並ぶわけですけれども、朝10時開店のお店で
11時ぐらいにお店に入ったらもう20箱ぐらい並んでるっていうことがあり得るってことですよ。でもうおかしくなってるって一人の方がね、開店して1時間で。あ、まあ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 十分でしょう。34,364スラ写真撮りますよね。取れたかな。お見事でした。ハンドルを左に戻してくれ。さあ、ありがとうゲンさん。ハンドルを左、赤チャンス。あ、赤いぞ、赤保留。さあ、赤保留は今日初めて来たぜ。あ、私のいだ。あ、黄色、あ、キリン柄。あ、つい赤保留からキリン柄。これキリンの連来たら激アツやないか。キリン連、あ、まあまあ、いや、ここはちょっと当たるかもよ。いや、ここは当てんといかんでしょう。あ、連撃チャレンジバカだ。よかったよかった、いける。いや、長かったな。まだ当たっとらんけど。いや、さすがにこれ外れたらちょっとへこむな。お願いしますよ。ダンバインのキリン柄ってなかなか出ないですからね。わあわあわあと見せかけて、さあこれ発展ならビルバイン、ビルバインの決戦ですね。はい、来ましたよ。あ、ダンバインか。おお、頼む頼む、ここは当たってくれ。お願い、もう時間がない、頼む。よし、赤いぞ。当たりました。いやー、間に合った。あとはダンバインラッシュに入るかどうか。頼むよ、初当たりは3回目。50%を超えてくれ、お願いお願い。オーラボーナス、よし、いったー、よし、いったー。ちょっとね、先ほどはまさかの駆け抜けでしたので、ちょっとお待たせしましたけれども、ここからナイクのゲンさん超イダテンに負けないっていうところをお見せしますよ。ダンバインラッシュ、よし、さあ行きますよ。よっしゃ。いやー、しょぼい出玉じゃ終わらせません。あ、当たった。ちょっと待って。はぁ、そんな外れる。なんかもう発展したら結構当たるイメージですけどね、ダンバインラッシュ中。頼む。演出が全然弱いもんな。そんな連続が、あ、さすがにこれは当たるでしょう。あ、7点。ヒヤッとしましたけどヒヤッとしましたけど、あ、ありがとうございます。さあ、しかもここ7ですからね。えい、サクッと当たる。
12,800です。あ、まあまあ、でもまあまあまあ、なんとか1万発超えてたんですね。はい。果たして超伊達店に対してこのダンバイラッシュがどれほどすごいのか、ね、お見せしましょうと見せかけて、はい、サクッとね、引っ張られないんでスーパーリーチとかで。はい、簡単、はい、簡単、早いですね、これはまた。おーい、当たりです。あ、当たりです、当たりです、びっくりした。4ラウンド、さすがに。おー、ちょっと20、おー、おー、いきなり当たるんですもん、これ嬉しい、ね。おい、ああ、はい、よし、ね、すごかろう、ダンバインラッシュも。もう潰れちゃえばおしまいっていう。はい、当たりました。これがダンバインかっていう。これも確か最初これをメインで売ってたような機械じゃなかったと思うんで、そんな話題にならなかったですもんね。これ終わるのかな、ダンバインラッシュ。うわ、うわ、この速さ、はい、はい、おー、すごい、1万発オーバーとなります。素晴らしい。割と12ラウンドも引けてます。いや、でも正直この深夜の収録、そこを3時間前後で当てて1万発出すってなかなかですよ。まあまあまあ、なかなかですよ。確かに、はい、終わらんな。おい、いや、終わらないですって、トミさん、すいません。はい、うん、即当たりって言ったらもう1万5000発です。おー、赤保留。おー、すごい。おー、力は理学。すげえ。いや、2万発が決まったところで二角出ました。何が二角だよってね、パチンコ打ってるのに。あの、2万発確定の二角です。なるほど。ミリール確定もいいけど、2万発確定も一応二角ですもんね。あ、届かんか、次の当たりか、次の当たりで 2万発確定になりますね。いや、さあ、19,955発ということで、さあ、次のあたりで一撃2万発オーバーが確定します。一撃2万発オーバーが確定するということは、そうです、次のあたりが楽しみですね。はい、お、2万発オーバー確定で二角。すげえ。初当たりの 50% を取らないとダンバインラッシュに入らないというわけではないところが、またいいところなんですよね。さあ、1回目は単発終了と、残念なラッシュ。完全に今締めに入ってました。いやー、最初のラッシュは残念ながら単発終了でしたが、2回目見事に2万発オーバーと言おうとしたら、すげえ、最後に当たってたってこと。これ今のなかなかないですよね、あのタイミング。なんとラッシュ中にしてタイムアップの時間が近づいてきましたので、まあ、次の大当たりで、終了したいと思います。はい、というわけで今日はここまで。実際打ち続けたらどこまで続くか見てみたいんですけどね。ただやっぱり朝からのお店の営業もありますし、ちょっとね、この後またいろいろと我々がいる以上、店舗の方も帰るわけにはいかないし、我々もね、ちょっと次の仕事があるので、非常に残念ですけれども、ダンバインラッシュ、この61ラッシュ目で終了にしたいと思います。すごいですよね。すごいっす。次回の配信もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。